波の形、全く同じ、えー。雲の位置と形全く同じっていうですねもう本当に何、えー、だろうなよくここまでやってくれたというですねあパクリじゃないですよオマージュというかリスペクトなんですよね。 第11話ですね、脱出です。今回はインダストリアから捕獲のためにですね、ファルコが飛んでくるところから始まりますですね。これがまあ、11話のタイトル画面です。見どころはですね、11話の見どころですね、僕はあの3つあると思いました。あ一応前編面白いんですよ。もう本当に前から言ってる通り未来少年コナンにハズレ会なしだからですね。お話も面白いし、えー、なんですけど、今日は見どころとして3つだけ抽出しました。 ジムシーと久しぶりの再会をするとかですね。あと、コナンは実はあの、ロボノイドの運転がものすごい上手くなってるっていうのはですね、もう今日はないんですよ。もうとりあえず3つだけですね。1つ目はですね、やっぱりあの、ラオ博士の変化なんですよ。えー、ラオ博士ですね、あの、前回も言った通りですね、高畑演出の回と宮崎演出の回で顔が違うんです。 え、上がですね、高畑演出の会のラオ博士です。もう、あの、目がずっと釣り上がってて顔がいかついんです。で、下がですね、えー、今回、11話のですね、宮崎演出の会のですね、ラオ博士ですね、もう目尻が下がってですね、基本的に良いおじさんになっていると。まあ、一応あの、えっ、ー、とね、ダイス船長と話すときだけはですね、顔がやや厳しくなります。あと、あのー、 えとファルコンに攻撃されてフライングマシンがあピンチになると顔が厳しいんですけどそれでもねもうねこの顔には戻んないんですよねそこら辺がちょっと面白いなこれまあ後半になってくると、まあ、もうちょっと追い込まれて変わってくるんですけどもですねシリーズの後半になってくるとここら辺のですね宮崎駿による2つ目2つ目はですねあの同じですね NHK の「 ですね、深夜ですね未来少年コナンと同じ枠でですね今年の頭に放送されたですね映像研には手を出すなってアニメがありましたでそれのですね第1話ですね、えー、浅草氏主人公の浅草氏が熱くコナンを語る場面ちょっとこれは比較画像で見てみたいんですけども これがですね映像研には手を出すのあの第1話でまあ高校に入学した時にですねアニメ研が上映している、えー「残され島のコナン」っていうですね、まあ、怪しいタイトルのアニメです。でこれあの本当の未来少年コナンなんですけども「波の形」ですね。波の形全く同じ。 えー、雲の位置と形全く同じっていうですねもう本当に、えー、なんだろうなよくここまでやってくれたというですね、まあ、パクリじゃないですよ。 オマージュというかリスペクトなんですよね。で、あの、この未来少年コナンを見,見てですね、で、金森氏が熱く語る、あ金森氏あの浅草氏が熱く語るっていうのはですね、実は漫画にはないシーンなんです、ね、漫画ではまあ、見てるシーンはあるんですけども、えー、フライングマシーンの下りを説明するところっていうのはですね、アニメオリジナルなんですね。この辺でですね、アニメスタッフのですね、頑張りっていうのがわかります。これが、 えーっとですね、こっちがですね、フライングマシーンを持ち上げるシーンですね。このフライングマシーンで出力を上げてるんだけど、ラオ博士が上げてるんだけども、なかなか上がらないので、二人にです、ね、持ち上げてくれんかと言って、よいしょっと持ち上げるシーンなんです。で、これがあの、映像券には手を出すな、ですね。で、こっちが未来少年コナン版です。 光が入る方向から二人の姿勢まで完全に同じなんですね。だから、わざわざ丁寧にですね、最初、えー、動くときには前に傾いていた。つまり、ややこちら側に傾いているですね、フライングマシーンも持ち上げる瞬間にですね、ちょっと後ろ側へそっくり返るような形で傾いているところもですね、完全にシンクロしてますね。本当にあの、頑張ったと思います。あの、 まあ漫画にはないオリジナルのシーンをここまで丁寧にやってくれるってことは、やっぱり未来少年コナンの特にあの動きをですね、主人公たちが見たことによって、まあ特に浅草が見たことによって、えー、アニメやっぱり自分で作りたいと決意するシーンとしてですね、うまくできてると思います。えー、完全なコピーですね。 えー、これはどの辺が面白いんですかというふうにですね、金森氏はですね、冷たく聞くんですけども、浅草氏がここから熱く語るんですね。この丸っこい簡単なメカが浮き上がるという事実を、得体の知れない半重力の装置の細やかなディティール描写と手で持ち上げるんじゃよ エンジンのかかりにくい車を押すみたいに見てわかるアニメーション描写でリアリティを醸し出してるんじゃっていうふうにですね、熱く語ります。あの、動きの素晴らしさ、本当にこの種の動きの素晴らしさっていうのはですね、浅草市の言う通りなんですけども、まあ、岡田司夫ゼミとしてはですね、今回3つ目の見どころとしてですね、SF としてのフライングマシンっていうのを語ってみたいと思います。